はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。僕はですね、スピリチュアルとか願望実現、そして引き寄せの法則っていうことをですね、この YouTube でたくさん語ってると思います。で、引き寄せっていう言葉はですね、2007年ぐらいにザ・シークレットっていう本でガーッと広がったわけですね。まあ、その後は多分奥平亜美さんの引き寄せの教科書とかですね、あとネガティブで引き寄せましょうとか、マコさんとかですね、まあ、いろいろ引き寄せっていう言葉を使った情報がですね、この4、5年、たくさん特にこの日本ではですね、広がってると思います。まあ、その前にですね、エアブラハムとの対話とかザ・シークレットということで、もともとアメリカ、世界にそういった言葉はあったわけですけれども、とりわけですね、日本では引き寄せっていうブームがこの 4,5 年で、特に顕著に起こったんじゃないかなと思ってます。で、その、まあ、一人と数えていいのかもしれませんけども、僕もちょうどその時期にですね、夢が叶う時に何が起こってるかみたいなんですね、まあ、ちょっとしたベストセラーを出してますんで、まあ、引き寄せの人の一人っていうふうにね、思われることもあるし、別にそれを否定する必要はないわけです。だけどね、引き寄せっていう言葉のニュアンスはですね、なんか何もしなくてもさ、なんか気分を良くしてるだけとか、なんか思うだけでパッと思った現実が、願った現実がやってくるというふうに思う、そういったニュアンスがあるわけですね。で、まあ、その中でビジョンボードね、そういった宝の地図を書いていたり、アファーメーションしたり、イメージングしたり、瞑想したり、いろんなメソッドが紹介されるわけですよ。だからそのメソッドをなんかやれば、願いが叶うと引き寄せられるというふうに、まあ、勝手に勘違いしてですね、で実際こうやってビジョンボード作ってみたんだけども、何も起こりませんでした。引き寄せの法則っていうのは嘘ですっていうふうにね、声高に言う人も確かにいるわけですよ。だけど僕はこの動画で何回も言ってるとですね、引き寄せの法則って万有引力の法則と同じように、もうなんとか真実で、宇宙の事実なわけですね。だからいいことであれ、悪いことであれですよ、良くないことであれですよ、望み通りじゃないことであれ、それは自分で引き寄せたんだっていう法則が働いてるっていうことなわけです。だからこの世の中起こってる自分の人生というのは、自分が全部引き寄せたんだっていうことが引き寄せの法則の真実であって、頭で思ったちょっと願ったことね、宝くじで1億円当たりたいというふうに仮に思ったとしても、それをいうふうにアファーメーションね、宝くじで1億円当たりましたっていうことを1日100回100日1万回ところですね、そうはならない可能性が非常に高いわけですよ。だけどもそれなぜかというと、なんとなくこれは1億円もね、当たらないんじゃないかなというどっかに思ったりするわけですか、もっと言うと宝くじで1億円と言いながら宝くじ買ってない人だって結構いるわけでしょ。なんかひょっと宝くじ1枚もらったらそれが1億円でしたみたいなですね、それで引き寄せたっていう、まあ、その都合のいい展開を期待するかもしれませんけども、まあ、それはそれでその人は不幸な気もするんでですね、話戻しましょうね。まあ、引き寄せっていうことをまあ言うんですが、僕はですね、だけどもこの動画でも何回も言ってるとですね、引き寄せを発動させるために必要なのは、ぼーっとアイスクリーム食べていい気分でいることではなくて、行動であるということをね、もう口酸っぱく言ってるわけですよ。行動することによってそれを縮めることができるんだっていう話です。どこかの動画でも言ったかもしれませんけども、明日食べるものがないような、緊迫した状況でもいい気分でいればその問題解決するんですかという質問がありました。はい、結論から言うと、いい気分でいれば解決することができます。はい、解決します。なんだけれども、明日食べるものがないような緊迫した状態でね、いい気分でいられないでしょ。普通に本当の意味ですよ、いい気分でいるふりをすることができますよね。なんかいい気分でいるためのですね、アロマオイル嗅いだりコーヒー飲んだりってですね、そういったなんか取り入れることができるかもしれませんが、本当に明日食べるものがないっていうね、そのお金がないという状況で、それでも真にね、もういい気分でいるね、モナコでさ、白ワインをさ飲んでさ、俺たち人生最高だよねみたいなですね、そういった心境と同じようになれるかってなれないわけですよ。じゃあどうすればいいかって言ったら、明日食べるものがない、お金がないんであれば、それは一生懸命働くとかね、どっか飛び込んで働かせてください、よかったら一日一生懸命働きますんで、前借りさせてもらえませんでしょとかですね、あとまあ知人に借金するというのも一つの方法かもしれません。いずれにしてもですね、何か動かなければ意味がないんだと。で、動いたことによってとりあえず明日食べるお金ができた、そしたらそれまでの自分よりもちょっとだけいい気分になるじゃないですか。で、その次の日食べることができた。で、同じようにまあ働くなりね、なんかアプローチするなりしてですよ、で生活状況ですね、具体的に良くなっていくことによって、じゃあ借金もなくなりました、で新しいね、その仕事始めました、でビジネス始めました、ネットビジネスもあったかもしれませんね、やりました、収入が上がってきました、どん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 いい気分になっていくじゃないですかね。で、どん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 いい気分になっていったら、そのに比例するだけのいい現実が引き寄せられるっていうのがまさに引き寄せの法則であり、だから今すっげー最高な状況だよねっていう風な気分出ると、まさにこの世の中がそういった最高の世の中になってしまうということです。だから僕は今はね、本当まさにそういう風になってるんで、まあ、感謝しかないわけですけども、でもそこを埋めるためにね、ずっとやってきたことは何かって言ったら行動なわけですよ。で、行動しましょう、行動しましょう、行動しましょうっていう風に僕は言うかもしれません。人間は地球は行動の星なんだって言うかもしれません。じゃあこっからが本題ね。はい、今まではね、この動画のおさらいと思ってください。これからが本題です。
行動とは何ぞやね。行動とは何かです。はい、これは定義しています、僕はですね。これはその、百科事典的な、広辞苑的な、辞書的な、ウィキペディア的な定義かどうかわかりません。だけど僕なりの定義をして、これおそらく間違ってないんだろうなっていうところで言ってるんです。はい、行動とは人と会うことです。ね。行動とは具体的に誰かと会うことを指します。ね。まあ、直接会わなかったとしても、誰かと直接のコンタクトを取る。じゃあ僕はこの YouTube していてですね、何万人という方がこの動画を見てくださっています。これもある意味、人との交流、関わり合いなわけじゃないですか。じゃあこの動画を出しました、コメントつけました。そのコメントをつけた人とは直接的な心のコミュニケーションが、あるわけでしょ。じゃあコメントつけなくっても、まあ、あこの Q さん面白いなとかね、役に立ったなと。いや、なんでこいつらってですね。まあ、そのポジティブなものであれ、ネガティブなものであれですね。まあ、そうやって僕の動画を見るっていうことも、ひょっとしたらですよ、あの、行動の一つになるかもしれませんけども、でもエネルギーの量で言うと、単純に見てるよりも発信してる方が、はるかに、強いんですよ。だから僕は今これで2万人3万人の人にこれを発信してるんで、2万人3万人分のエネルギーを受けてる。それだけエネルギーのある行動を僕はしてるということですね。だけども、じゃあこれを見てるだけだったら、それは僕からしたら2万3万分の1でしかない、いやもっと下かもしれない、受け身である以上ですね。でコメントを書くということも確かに見てるだけよりはちょっと行動につながってるかもしれませんけども、やっぱりエネルギーは弱い。じゃあ確実にこれはいいなと、これはまさに行動してるなっていうことであれば、こんな形で情報発信をするということ、もしくは直接人と会うということです。この間からずっとね、セミナーしています。この4月5月ぐらいからですね、YouTube を見ましたっていう方が非常に増えているわけですよ。単純に見てコメントを書くだけじゃなくて、実際僕のセミナーに来てお会いして、で、まあ、酒飲んで2次会行って、で、ね、39階建てのバーでですね、最高だよね、これ人生最高だよね、みたいな感じでですね、これシャンパンを飲むという、でこれもまさに行動なわけですよ。で行動をするということは人と会うことである。でその人と会うということを繰り返すと人生が開かれるんだっていう話ですね。その中でむっちゃこの本にもちょっと書いてる事例を少し今ご紹介いたしますと、これ大昔の話なんですよね。大昔が2005年の6月以降の話ですね。まだ貯金も何にもない時期なんですけども、でもその時にですね、ある知人からネットワークビジネス誘われるわけですよ。ネットワークビジネスですね。もちろん今やってないですし、別にそれを否定するわけでも何でもないんですけども、ネットワークビジネスの僕は非効率さをもう身に染みてやってますんで、お金を稼ぐということにおいてですね、ネットワークビジネスは非常に非効率であるということはですね、行動に対して結果がなかなかすぐに伴わないというね、ビジネススタイルであるということですね、本当分かってるんで、まあ、僕はやらないんですけども、まあ、それをやるのは別にいいと思いますよね。全然否定してませんし、進めてもらっても全然構わないわけですよ。いい商品だなと思ったら買うぐらいはしますけども、まあ、その、なんていうかな、組織に入って頑張るってことは絶対しません。なぜなら、もう一回言いますけども、効率的じゃないからですね。だけど、その当時はですね、何をすればいいかわからないんで、効率的だろうが、効率でなかろうが、もうとりあえず、仲のいいお友達からですね、世話になってる方からですね、声をかけられたんで、仕事もないわけだし、じゃあやってみましょうかってことになったわけですよ。ただ、当時の僕はですね、友達に誘うっていうことも、まあ、多少はしたんですけども、インターネットは早い時期から注目してまして、なんかね、ネットワークビジネス専門の SNS っていうのがね、あったわけですよ。それ何かというと、月に、5人ぐらいまではその SNS 上で誰かにアプローチするのは無料なんですが、それが10人20人になると5000円1万円という形で、そこにお金を払う必要があるわけですね。そこで例えば10人にアプローチするチケットみたいなのがね、買えるわけですよ。で僕買ったわけですよ、それをですね。でその SNS 上でアポを取っていくわけです。でアポを取る方もう、まあ、そのチケットを買うわけだけども、チケットを使うわけなんだけども、そこでですね。で、じゃあ、アップ取られて、誘われた方はですね、チケットを使う必要はないんです。だけども、商談ができるわけですね。だけど、やっぱりその力関係から言うと、自分からアプローチした方が、やっぱり優位に立てるっていうことがありますんで、僕は積極的にそれを使って、どん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 ね、人で会っていったわけですよ。だけどね、向こうもその SNS に入って、ネットワークビジネスをやってるわけで、誰かの傘下に入りたいっていうことを望んで、そこに入ってるわけじゃないわけですね、実際の話。自分もそのビジネスを展開してきたいというふうに思っている人は大半ですので、そうで切った張ったがあってですね、まあ、そのお互いビジネスの話を交換して、まあ、終わりというのがですね、まあ、大半だったわけですよ。なんだけれども、僕はそのチケットを利用してですね、もう100人ぐらい3ヶ月ですね、大量にお会いしたというのがあったわけです。だけど全然成果が上がらないわけですよ。まあ、そもそも僕は何者でもないし、それでスキルもないし、ね、その相手だってさ、 SNS に入ってネットワークビジネスを誘うことに対する消費は薄いかもしれないんだけども、でもそこでやっぱりお互いのビジネスを紹介して終わりというですね、まあ、お互いその誘いたいという、前提がありますので、うまくいくことは稀なわけですよね。だけどもう一回言いますね、100人ぐらいあったわけです。
で最後にですね、まあ、インターネットでですね今度探すわけですよ。であるブライン・トレイシーっていう成功哲学のセールスのですね、その対価の人がいらっしゃってですね、何気なくそれをちょっと検索したらブライン・トレイシーでなんか人生成功だみたいなブログを見つけたんですね。でバーって見たらですね、なんか密教に興味があるとか、あの風水に興味があるとかですね、なんとなくにあ僕に合うなと思って会ったことないんだけどさ、その人ネットワークビジネス誘ってみたんですよ、メールでね。そしたらなんとその方はですね、東京にいたんですけども、なんか近々福岡に引っ越しすることになってるんです、ね、移住するんです、まあ、その話も結構面白そうなんでっていう話を来たわけです。おお、来た来た来たと思うわけですよ。でじゃあ実際お会いしましょうって言ったら、なんか引っ越しする日に僕はちょうど風水のセミナーにね行くことになったんで、じゃあその風水のセミナーに来られませんかって言ったら、ああなんかそれ興味があるんでじゃあ行ってみますっていうことで、まあ、風水のセミナーに行ったら、お互い顔も知らないんだけども、まあ、隣に座っていたというシンクロがあったわけですね。で終わってから、石田さんっていらっしゃいますかってジムの人に聞いたら、まあ、僕を紹介してもらって、そこでまあ出会ったわけですね。でその方からなんと香形明先生の DVD を紹介してもらったっていう風になるわけですね。で香形明先生の DVD を紹介してもらって、それを見まくったことによってね、まあ、この動画でもそういうシリーズ何回かやってますけれども、それで僕の潜在意識がガーッと活性化しまいして、まあ、セールスというもののまあイロハというかですね、まあ、そのやり方がこういう風にやるんだということが分かって、もちろんその直接セールスするということはあんまりなかったわけだけども、でも自分の中で、お金というのはまああるんだとね、この通りやれば絶対お金は止まらないんだっていう、そういったビリーフね、思い込みができることによって生活がガラッと改善しまして、で僕のこの喋りに関してもその香形明先生の影響を受けてますし、まあ、僕のこの15年間の独立生活においても香形明先生を、まあ、抜きにはね語れないっていうことですね。で、まあ、その DVD を見た2005年の9月だったんですけども、その3年後に実際に香形明先生と出会いまして、しかもなんと僕の家の近所に住んでいたというですね、まあ、こればっかりは狙いようがないですね、シンクロニシティもあったりとか、まあ、それで人生が展開してたけども、でも僕が最初にやったら何かやったら人と会うということを愚直にやっていたということです。まあ、それはネットワークビジネスというきっかけであった。だからこれはおすすめしてるわけでもなくて、まあ、一例だったってことですね。だけども例えばセミナーに出るとかですね、まあ、今だったらもっとインターネットとかいろんな手段を通して人と会うね、その手段きっかけっていうのがいろいろつかみやすいと思いますんで、でなくてもですね、ちょっとまあ友達に電話してみるとかですね、まあでもできればですね、新しい人とどんどん出会っていきたいと、まあ、例えば Q さんのセミナーにね参加してみるとか、そこで懇親会に参加してみるとかですね、まあ、これでガーッと人生が広がることがあるということです。ですんで行動しましょう行動しましょうと言った中で、じゃあ行動とは何かって言ったら人と会うっていうことだと僕は定義させてもらってるということです。で実際に人と会うことによって人生がぐわーっと拡大するという経験をずっとしてきますんで、じゃあ行動しましょうって言って、ね、そのゲームをするっていうのを行動か、それは違うかもしれない。だって人と会うっていうことに対してはさ、エネルギーがすごく小さいでしょ。筋トレ、うん、まあそれも悪くないかもしれませんけども、うん、だけどまあそれは筋肉がつくし、で何だっけ、なんとかっていうそのやる気ホルモン出てくるかもしれないんだけども、でもじゃあお金を稼ぐという直接的な行動にはその段階ではね、1回の腕立てしたぐらいでは、そこまではダイレクトに結びつきにくい。だけども誰かと会っていく中でこの一人のキーパーソンに出会うまでは時間かかるかもしれませんけども、それが1回目なのか100回目なのか分かりませんが、でもずっと人と会っていることによって、それで自分の夢を実現してくれる人に会うことはまああるかもしれないですね。いやもっと言うと行動を繰り返していくとそういう人にパーンと出会わせてくれる、まあ、僕にとっては今言ったようなブライン・トレイシーのブログを書いている方が出会ってですね、僕はもう厚かましくもメールを送って、で本当にシンクロニシーでお会いして香形明先生の DV もらった、そこから僕の独立生活というのがガーッと花開いていったって事実があります。で今もなおやっぱり人とどん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 会いまくっていますんで、人生はもうます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 拡大しているということです。ぜひ行動しましょう。そしてそれは人と会うということです。ありがとうございました。